このトンボ見たことあるかな。見たことない。これは羽に赤い模様があるから、いたらすぐわかるよ。日の丸みたいだね。そうだね。名前が夏アカネなのに秋にもいるの？うん、夏にも秋にもいるよ。秋の方が真っ赤になるんだ。夏アカネを見分けるコツは、胸の真ん中の黒い筋の先っぽが尖らずに平らなところなんだ。で、この黒い筋の先っぽがとんがっているのが日本を代表する赤トンボ、秋アカネだよ。うわー、微妙な違いだな。そうだね。でもね、タモで捕まえてみたらすぐわかるし、色も夏アカネと微妙に赤の色が違うよ。ところでね、実はこの秋アカネの数が最近急に減ってきているらしいんだ。みんなも近くの田んぼや池で止まっている赤トンボが秋アカネかどうか、よく探してみてくださいね。